太陽系のイメージ図。地球より外側を交点しているのが、外惑星。外惑星は、太陽系の惑星のうち、地球よりも、太陽から遠い軌道をめぐる惑星のことである。外惑星の対義語は内惑星である。外惑星は、地球から見て、太陽と180度反対側に来ることができる。これを小という。外惑星は、小の前後には、 真夜中にも見ることが可能であり、地球に最も近い距離に接近するため高度も最大となる。また、ショーの前後には逆行する。逆に地球から見て、太陽と同じ方向、太陽の裏側に回ることを合わせという。合わせの前後には朝太陽と共に、東の空に昇り、夕方ともに、西の空に沈んでしまうため、見ることはできない。火星は、 岩石の近くを有する、地球型惑星、木星と土星は主に水素からなる、大量の大気を有し、内部では高圧により、水素が金属化している木星型惑星、天王星と海王星は凍った水、アンモニアメタンなどがほとんどを占める天王、星型惑星である。木星型惑星、天王星型惑星は、多くの衛星や缶を持つ。 冥王星は長らく惑星とされていたため、外惑星の一つとされていたが、蘇生がよくわかっていなかったことやその大きさから、分類についてはあやふやにされていた。2006年8月に、国際天文学連合の第26回総会での決議により、冥王星は新設された、純惑星に再分類された。冥王星を含む基地の純惑星及び、純惑星候補天体は、 機動的にはすべて外惑星に相当する。蒸気の分類は惑星が地球の内側にあるかどうかを基準としたものだが、この他に水星、金星、地球、火星の4つを内惑星、外側の4つを外惑星と分類することもある。この分類法では内惑星は地球型惑星に相当し、外惑星は抗議の木星型惑星に相当する。 英語において前者の分類はインフェリオー、スーペリアプラネット、後者はインテリア、アウタープラネットと区別されているが、日本語では双方とも内惑星、外惑星と表されることがある。火星は前者の区分では外惑星だが、後者では内惑星になる。また地球は前者の分類によると内惑星でも外惑星でもないが、 後者では内惑星に分類されることになる。ありがとうございます。